京王バス小金井、小金井営業所小金井営業所所属車用、京王バス小金井、小金井営業所は、東京都小金井市本町五丁目3番31号に、所在する京王電鉄バスの子、当初を表す、車内識別記号は、G。最寄り停留所は、本町五丁目、JR 中央線武蔵小金井駅に近く、徒歩で行くことも可能である。 武蔵小金井駅発着路線を中心に、小金井市、小平市、府中市、武蔵野市に乗り入れる路線を担当している。京王帝都電鉄のバス事業直営時代に、バス府中営業所の小金井市所として開設されたのが、起源である。その後、京王電鉄のバス事業分社化の過程で、京王電鉄バスの子会社である、京王バス、小金井株式会社が設立された。 京王バス小金井は小金井営業所一つのみを有する。営業所の敷地は JR 東日本の豊田車両センター武蔵小金井発出所の東端に隣接する。京王バス小金井の本社は京王電鉄バスと同じく東京都府中市春美町2丁目22の京王府中春美町ビルに所在する。京王バス小金井は貸切事業免許を持たず高速バスの運行や コミュニティバスの運行受託も行っていない。なお、空港連絡バス、小金井市、コミュニティバス、ここバスは、京王バス府中営業所が受託している。京王電鉄バスの子会社のうち、京王バス東、京王バス中央、京王バス南の3社は2020年10月1日に合併して、京王バス1社に統合する再編が行われたが、 京王バス小金井については再編の対象に含まれて、おらずそのままとなっている。1958年10月16日、京王邸都電鉄府中営業所小金井支所として、開設、営業所記号 G が付与される。1962年1月16日、京王邸都電鉄小金井営業所となる。その後再び、府中営業所小金井社庫に格下げされ、営業所記号が、 府中営業所の B となる。2004年12月10日、京王電鉄バスの子会社として、京王バス小金井株式会社を設立。2005年、現在地に所在していた、京王電鉄バス府中営業所小金井社庫内に、京王電鉄バス小金井営業所として開設され、営業所記号 G が復活。府中営業所の武蔵小金井駅発着路線の多くが移管される。 2005年11月16日、京王バス小金井、小金井営業所として営業開始。業務が全面移管される。京王バス小金井の路線バスは一部を除き後の折り前、折り小払い式で宅間運賃となっている。ただし、中大循環は全線均一運賃となるため、混雑する午前中に限り、終点での降車時間を短縮するため、 前乗り後ろぶりの運賃前払い式となる。小金井営業所に在籍していたイスズキュービック2019年現在、三菱不走、日野自動車の国産2メーカーを採用している。京王電鉄バスグループ全体で導入メーカーが、この2社に、ほぼ集約されてきたため、営業所ごとの際は、薄れつつある。小金井営業所では、三菱不走車は、大型車のエアロスター、日野車は、 大型車のブルーリボンと中型車のレインボーが在籍する。母体となった府中営業所と同様に、かつてはイスズ自動車を指定メーカーとしていた。イスズ車は府中営業所及び府中営業所を母体とする小金井営業所と調布営業所に集中配置されていた。イスズ車は富士中工業製車大仮想で導入していたが、1982年からは、 純正の川重車体工業製車体も並行して導入するようになり、イスズ・キュービックが在籍していたが、2006年に全廃された。1995年以降は、京王電鉄バスグループの他の営業所と同様に、日産ディーゼル製の車両が大量導入されるようになった。小型車の日産ディーゼル RN は2008年に全廃され、 大型車の日産ディーゼル UA は2018年に全廃された。KO バス小金井ではコミュニティバスの受託運行はしていないため、日産ディーゼル RN が全車除籍された後は、日の DS を及びポンチョなどの小型車は在籍しない。ありがとうございます。